皆さんお疲れ様です。一応今日はね、5時半ぐらいです。一応午前中に1回やって、まあ、もう1回動画をね、上げておこうかなと思います。まあそうですね。今日日曜日で明日休みですよね。午前中よりはちょっと車の数は多いかなとは思いますが、まあ家の近所でもねやっていかないといけませんので、まあ雨がちょっとね心配ですが、まあもう20分ぐらい喋って、終わろうかなと思います。まあ午前中とね全く同じ話をしますが、まあそれでもねなんとか前向きな分かりやすい、スピーチをねしていきたいと思いますので、まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。じゃあ始めましょうか。Let's do this。 皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属で、政治活動を、やっています。もともと学校のね教員の仕事を少しやっていて、で前回2019年の、市議会議員選挙に落選、3万円台を、ね、キープしていますが、株式投資をやっている日本人の数は、ね、非常に少ないんですね。アメリカに比べるとかなり少ないので、まあ、株価が、ね、いくら高くなっても、まあ、90% ぐらいの 80% ぐらいの日本人にとっては、ね、ほとんど関係ないのかなと思います。杉本修一講演会として、まあ、教育に関しては、金融の教育と英会話教育ということに力を入れていきたいかなと思います。で、ありとあらゆるものに税金が、ね、かけられていますので、減税をすることも、ね、非常に重要だと思います。他の国々では一応コロナ対策で消費税を、ね、減税したり、アメリカの場合はコロナ対策の、給付金を、ね、3回ぐらい日本人 の、 その生活水準を上げることに、ね、つながってくるかなとは思います。まあ、経済というのはその支出そのものですし、まあ、日本人の生活の水準を良くするためにも経済を、ね、こう活性化させていく必要がありますから、ということはその安心してお金が使えるような、国の、まあ、仕組みにした方がいいのかなと思います。まあ、とにかくありとあらゆるものに税金がかけられているので、まあ、安心してお金が使えない国になっていると思います。で、個人金融資産はかなりの金額が、ね、日本国内には眠っています。リノベーションかな、あその前にあると規制緩和か、規制緩和はその漁港とか、まあ日本人が何かやろうとしてもね、いろいろ公務員のための手続きがたくさんありますので、まあ、そういった手続きとかもね、効率化を図っていくべきだと思います。で、なんだっけな、リノベーションをこう起こしていくためにも、まあ、減税もね必要だと思いますし、まあ、優秀な人材をこう呼び込んでいかないと、なかなかその新しい産業をね地元で生まれてこないと思います。まあ、かつてはその労働者をこう集めるために、移民をこう入れ込んで今測っていきたいかなと思います。まあ、浜松市は、79万人ぐらいの人口がありますから、静岡市よりも10万人ぐらい多いんですが、ただ少しずつ、ね、人口も減ってきていると思いますので、まあ、若い人たちの人口も増えた方が絶対に、いいと思いますから、まあ、子育て世代に対して全面的な支援も、提案をしていきたいかなと思います。まあ、もともと学校の、ね、教員の仕事をしていたので、子どもの未来に投資をするというコンセプトで、2023年の統一選に向けてまた頑張って挑戦というか準備をしていこうかなと思います。2019年の、統一地方選挙で落選をしたので、今はね選挙なので、またチャンスがあっていつでも挑戦できるように、その軍資金もね作っていきたいと思いますし、政治活動と、ソーシャルメディア、両方ねまた頑張って
継続していこうかなと思います。ということで、2019年に地方選があったので、おそらく2023年に、ね、また、統一地方選挙があると思いますので、子どもの未来に投資をするというコンセプトでまた頑張っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。16分でね。はい、ということで、まあ、16分ぐらいかな。まあ、天気もあまり良くないので、まあ、今日はこれで、終了して、まあ、おそらく明日雨は降らないと思います。まあ、雨降ってなかったら朝一でまた、YouTube 撮ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。ただ祝日なんで、いつもの、ね、連雀町行っても、まあ、車も人も少ないかなと思いますが、まあ、ここでやるか連雀町でやるか、また明日考えますね。ということで、今日一日日曜日、お疲れ様でした。All right guys, thank you for watching. This is Sunday. Tomorrow is public holiday. I will try again political speech. Thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. Yara, Yoro. Bye.